ロシア帝国は現在もあるミクロネーション。ロシアの歴史にあるロシア帝国とは関係がないものの一方的にロシア帝国の復活を宣言しこの名称を名乗る。2017年頃よりロマノフ帝国の国名を用いている。放末政党ロシア連邦君主主義党を率いるアントン・バーコフが数百万ドルでクック諸島から干渉を購入した。 2011年7月20日、彼はこの地におけるロシア帝国の復活を宣言した。バーコフ本人はロシア帝国の後継者であると主張しているため、同じ名称となっている。しかし、ロシア政府やクック諸島政府などは認めていない。2014年より、ロマノフ朝の子孫でドイツの来人遠行を自称するカールエミヒヒを皇帝ニコライ三世として衰退。 実質的な運営者のバーコフの肩書きは最小。干渉のため、面積は0.679872キロ平方メートルとなっている。そのため、首都も干渉内にあるのだが、誰も住むことができない。しかし、世界最小国家を自称するシーランド公国や、同じミクロネーションの一つであるモロッシア共和国よりは大きい。首都はスボロフと主張しているが、 前述した通り事実上存在しない。ロシア帝国はガンビア近海にあるアトランティス島の開発計画を発表している。2017年12月には以降を実施する意思を表明した。2018年4月時点でロシア帝国を承認する国連加盟国は存在しない。2017年12月、アントンバーコフはガンビアと友好。 協力備忘録を締結したと発表したが、これはガンビア大統領府によって公式に否定されている。領土である干渉の地図島国であり、一応陸地はあるものの、居住可能な土地はない。また、サンゴの島が40程度で領土が構成されているため、土地が一つに固まっているわけでもない。紋章は国旗と違い、相当の和紙に釜と土を持ったものとなっている。なお、国旗は、 ロシア海軍のものである。実際にホームページがあり、そこで国民になれる。ロシア帝国へはヘリポートや飛行場等がないため、船でしか行けない。通貨や放送局などはない。ありがとうございます。